まずはじめに下村博文文部科学大臣が挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。文部科学大臣の下村博文でございます。今日は北は北海道から南は沖縄まで、本当に大勢の登校に関わる関係の皆様方お越しいただいたことを感謝申し上げさせていただきたいと思います。皆様からするとやっと文部科学省が動き出したと、いう思いを持って今日来られている方々もいらっしゃるのではないかと思います。これまで不登校というのはこれは本人なり家庭の責任ではないかと、学校に行くべきところを行ってない、それは学校側の問題もあるかもしれないけど、やはり本人の問題、甘えの問題とかそういう問題があるのではないかというような時代が長く過ぎたのではないかというふうに思います。もちろん国もあるいは今日は地方自治体の関係の方々もたくさんお越しいただいておりますが、努力はしてきたわけでありますが、しかし不登校は減るどころではない。今小中高合わせると17万人近くの子どもが現に学校に行ってないという状況があります。この9月に内閣改造がありまして、私は文部科学大臣再任されました。ところが突然ですね、衆議院の解散総選挙で、来週から衆議院選挙が始まります。文部科学大臣は国会議員としてのバッジもないんですけども、文部科学大臣は、次の内閣改造までは大臣でございますので、本当はですね、来年の5月6月ぐらいをめどに中間報告、そして来年度中に抜本的な不登校に対する対策を文部科学省として私自身がまとめたいという思いを持っておりましたが、選挙になってしまいましたので、政治の世界数先闇でございますので、これからどうなるか私は分かりませんが、しかし文部科学省としてはですね、この不登校に対してはしっかり取り組みたい、その第1回目が今日のような会合になったわけでございます。この9月に安倍総理から新たにいくつかの教育改革、教育再生に向けた具体的な指示書がございました。その中の一つとして不登校、そしてフリースクールについての対処策、これをしっかり出すようにと、対策を作るようにと、ああいうことがございました。安倍総理自身も9月に、不登校の子どもたちが行っているフリースクールを視察をされました。私ももともと私はそういう教育関係に学習塾も学生時代やったことがありましたから、相当関わってきた自負がありましたが、久々にフリースクールに来ました。私が行ったのは今日も来られているかもしれませんが、川崎にあるんですね。これは公設民営で川崎市が費用を負担をしているという非常に素晴らしい取り組みの自治体でありますけども、ここのフリースペース M というところに行きましてですね、もちろん不登校の子どもたちがいるところでありますが、改めてですね、本当にこう目が覚めるようなですね、覚醒を私はしました。つまりそれまでの不登校というのはやはり居場所がなくてですね、学校でいじめられたり、あるいは自覚がないけども医学的に調べたら発達障害の子も半分ぐらいいるんではないかと、それから家庭における貧困ですね、こういう問題があって本当に暗い、そういう子どもたちが自己否定感があってですね、集まっているのではないかという感じがいたしました。一人一人はそういう思いを持っている子ももちろんいるというふうに思います。しかしダイヤモンドの原石のような子どもたちだなと私は本当に率直に思ったんですね。今エジソンとかアインシュタインみたいな能力の子が日本にいたとしても、日本ではエジソン、アインシュタインにはなれない。不登校の子どもはそのままですね、社会の中でドロップアウトしてしまう、
そういう残念ながら画一禁止的な教育制度になっているのではないかと思います。しかしもちろん普通の学校に行っている子も素晴らしい子はたくさんいますけれども、ある意味では世の中が21世紀になって、学生が日本では始まって140年、明治の時から比べると、あの時の日本の近代工業化を目指した中での学校の位置づけと、そして21世紀以降のこれからの学校の位置づけは相当違ってきているにもかかわらず、それが対応できてない、対応できてないということが無意識的に子どもたちにとっても本当に自分がこのまま学校に行くということはかえって才能が摩耗されるというか普通の子になってしまうというような、どっかにですね、そこまで意識はしてないでしょうけど、そういう心の拒否反応が不登校になっているかもしれないというですね、ダイヤモンドの原石みたいな、つまり、そこでもっと光を当てて一人一人フォローしたら、そういうところから本当にエジソンやアインシュタインみたいな子が出てくるのではないかという感じを持ちましたが、さらにそのフリースペース園では、どちらかというとそういう発明とか科学技術というよりは芸術の部分で、音楽とか、それから手芸とか、それから絵とか、そういう部分でですね、きらめくような才能の子がいるのではないかと、ああいう感じを持ちました。今日は私の後、宮本亞門さんに講演をしていただきますが、この間宮本さんと食事をした時もですね、今日私がぜひということでお願いしたんですが、その不登校といいますかね、引きこもりといいますか、その時の私の感覚でいうと、それが今の素晴らしい演出家としてのエネルギーバネになっているので、もしかしたらその時に引きこもりとか不登校でなかったら今の宮本亞門は存在しないかもしれないというですね、何が人生において、プラスになるのかマイナスになるのかっていうのは、その後のその人の足跡にいるわけで、今の不登校の子どもたちもここでも人生おしまいでドロップアウトで未来がないということではなくてですね、その後のもちろん本人の努力もありますが、社会がどう一人一人に対してフォローアップするかによって違ってくるのではないかというふうに思います。そういう意味では学校の役割というのも、今までのような確率均一の同じ制服があって、その制服に合わせて子どもが対応しなさいということではなくて、子どもの一人一人の輝くような潜在的な能力をいかに引き出すか、教育というのはまさに英語ではエデュケーション、引き出すという意味があるわけですけれども、その持っているそのそれぞれの素養ない才能あるいはどう引き出しながら、一人一人がこの世の中でオンリーワンとして輝く人生を送れるかどうか、そういう視点を考えなければならない大きな時代の変化が訪れているのではないかというふうに思っております。ですから学校教育は学校教育でもちろんあるわけですけども、それに合わない子どもはドロップアウトして子どもが悪いということではなくて、合わない子どもに対しては、つまり不登校の子どもに対して一人一人に対してよりきめ細かくどう対応できるかどうかが今日本社会で求められているのではないか、その中の一つとして受け皿としてフリースクールという民間の団体があるということで、先日文部科学省でフリースクールの関係者の方々に集まっていただいてフォーラムを開きました。この時も本当に驚いたんですが、会場いっぱいの500人近くの方々が集まっていただきました。その時に国がそのフリースクールに対して財政的な支援をどうできるか、あるいは法的な位置づけとしてどうできるかという視点も大切だけども、一方で中にはフリースクールの方々が、それをするとまた新しい企画当てはまって、それに入らないフリースクールは排除されてしまうということなので、そういう確率禁止的なフリースクールに対してどうするかという視点ではないんですね。これは私自身が感じたことでもありますが、そういう制度、システム、組織に対する支援も必要だと思います。しかしそれ以外ですね、子どもの視点から一人一人に対してどう今申し上げたような財政的な、あるいはその子がどんなところに行った、それを実際に、一つの学歴的な部分としてどうカバーできるか、一人一人の子どもたちの立場に立った時にどういう教育環境に対して、いろんなハンディキャップをなくしながら対応できるかと、まあ、いうことも同時に考えていかないと、
フリースクールだけ整備すれば済むという話ではなくて、フリースクールに実際に通えないあるいは行けない子どもたちもたくさんいるわけで、そこでまた新たなドロップアウトが生まれてしまって、しまったらならないというふうに思います。先ほど申し上げましたあのフリースペース園に行きまして、そういうダイヤモンドの原石のような輝く子どもたくさんいましたが、一方でですね、そういうその子どもたちの中の半分ぐらいは先ほど申し上げたように、何らかの発達障害と問題がある思いを、それから貧困率も非常に高いと。そしてそこは先ほど申し上げたように川崎市が公設民営で民間に委託していますから費用はかかりません。しかしお昼代だけは本人が負担するということで、250円子どもに、お昼代をその出させていると。でそれはなぜかというとですね、まともな食生活が家庭の中でほとんどないという子どもが多いと、まあ、いうことも聞きました。まあ、象徴的なことではなくて一般的だそうですけども、例えば親がいるけども3日前にコンビニで買ってきたようなおにぎりがそのまま冷凍されて冷蔵庫にあって、それを本人が何日か後にですねチンして温めて食べる、まあ、そういうふうなその食生活ですから、もう体も肉体もボロボロ、そういう子供に対してですね、そのお昼を作らせる自ら。でそこは畑なんかもあるんですね。ですから自分たちが作った野菜を収穫して、お米を買ってきて食材を買ってきてですね、そして自分たちで料理して食べると、まあ、それが生きる力というかエネルギーというか、もちろん健康も含めてですけど、そういうことにつながっているから、これはお昼はですねそういうふうにしているというふうに言ってましたが、本来は学校がやるべきことをですね、そこまで民間がやって補導してもらっているというのもありがたいなというふうに思いましたが、予想以上に貧困格差が進んでいて、そしてそれが結果的には子どもの学力やあるいは意欲やる気、それからそういうふうな健康にも影響していると。ある意味でそういう社会の底辺な部分を不登校の子どもたちに関係する皆さんが支えていただいているのではないかというふうに思います。そういうところこそ本当は国があるいは本来の教育が力を入れなければならないというふうに思うんですね。ですから本当に日本が豊かな国になるかどうか、これは少子高齢化ですから実際は厳しい、経済的に発展するというのは、しかし一人一人に光を当てた時に、その子の持っている能力才能を十二分に生かして、そして生きるその場のチャンス可能性を提供した時に、これは教育によってそれが達成できるわけでありますけれども、チャンス可能性が日本全体に広がった時に、日本全体も少子高齢化とはいえですね、豊かな国社会にしていくことも可能ではないかと思います。ですから日本に生まれた全ての子どもが、どんな家庭の子どもであっても貧富関係なく、障害があるなし関係なく、あるいは今の学校教育について面白くない、ついていけない、いじめられている、いろんな問題があったとしても、その子に合わせながら、単なるわがままということではなく、多様化の中で一人一人に対して差し伸べるような教育環境を作ることによって、そして居場所を作って、さらに居場所だけでなくその子が存在することによって、その子自身が自分は家族や地域や社会や国のために貢献できている、自己充実感と自己肯定感を持てるような人生が歩むことができるような教育サポートをどうするかということが、今大きな時代の変換期の中で文部科学省自体が考えなければいけない、まあ、そういう時に来ているのではないかと思います。ですから今日のシンポジウムは今日だけで終わりということではありません。これから皆様方のいろんな意見、提言、現場の具合をお聞きしながら、国としても文部科学省としても不登校の子どもに対してはしっかりとした対応をすることによって、全ての子が普通の学校に行ければいいですけども、またそういうサポートも必要だと思いますが、そうでない子どもに対してもほっとくような状況ではなくて、一人一人が輝くような教育のサポートを多様な中でどうすべきかということについて、本格的に国が動き出した今日はそのスタートだと
いうことをご理解いただきながら、積極的なぜひ提言をしていただいて、そして一緒に全国津々浦々不登校の子どもたちに対するサポートの輪を広げていただきたいということをお願い申し上げまして、冒頭私からの挨拶といたします。今日私は選挙解散ですから候補者ですので、本来ならばですね、ここで失礼したいところでもありますけども、しかしこれは私の思いでもございますので、最後まで出席をして皆さんと一緒に考えたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。